感じじゃないですか。おお。もうちょっと低くてもいい感じ。ファイナルスピードでやっぱ60を超えないとダメですね。ダメ。ダメですね。やっぱ60の90が最低ラインですよ。ドラコンって休めないじゃないですか、始まったら。はい、あれあのシステムってすごいですよね。そうですね。ね、あの時間でやるっていうのはね。トーナメントになると終わってまた勝つ試合。ああ。あとアメリカの方式だと。その A ブロック、B ブロック、C ブロック、D ブロックとかなんですけど、そのブロックで8球を3分でやるんですけど、うん、8球かける5セット。ずっと組み合わせ書いてずっとする、はいはいはい。A ブロックだったら A ブロックずっとやったりする。A ブロック1ブロック16人でやる。そうするともう大体1時間、そうですね、1時間半ぐらいはずっともうぐる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 。最後の頃とか体力なくなってきますよね。そうそう、連続でもう打ち終わって、はい、じゃあ次また。すぐ行ってくださいっていうのがあるんで、うん、あ、もう外人の選手とかすごいですよ。僕なんか打ったら次の出番まで、はい、まあ、3、4分とか5分とか少しでも休めれば休むじゃないですか、うん、海外選手は打って隣が練習場なんですけど、はい、練習場に行ってで自分の出番が来るまで打ってるんですよ。はで調整してますよ。ずっと打ってるってことですか。じゃあ1時間半ぐらい、それも満振りですからね、その3分ね。いいんじゃないですか。おー素晴らしい、359。もうちょっとヘッドスピードが欲しいぐらいと。そうですね、はい、ちょっと欲しいですね、うん、まだでもまあ来て6球目ですから。そうですね、はいはい、いやこれで納得はいかない後藤さんがすごいってことですよ。いや納得はちょっとできないんで、はいはいはい、おおいい感じ。おおいい感じじゃないですか。ヘッドスピードがもうちょっと上がればって感じですかね。なんか俺見慣れてきておかしくなってんのかな。すごすぎるんだけど、これが普通っていうか、あ、まあ、まあいい感じですね。に見えちゃう。プロのやつを見慣れちゃってる。なるほど。女子プロで、うん、キャリー230のはい、はい、ランが出て、例えば飛んでる人で260とか270ぐらい、アメリカ仕様で。はい、おお、いいショー、おお素晴らしい。ヘッドスピードが、ヘッドスピードが、まあ、57.6、はい、で、まあ、ボールスピードが87.5、はい、まあ、これキャリーですね。ドラコンの選手だと、もうちょっとあってもいいぐらいですか。僕遅いですね。へえ、まあ、遅いですね。60ぐらい、やっぱ60最低超えないと、うん、恥ずかしいです。ボールスピードは、ボールスピードも、うん、まあ、90ぐらい超えていかないと、はい、はい、でも、ね、でもキャリーで340超えて、はい、370、はい、このボールのスピン量が1680って、これがいいところなんですね。そうですね、それなんで、まあ、うん、ランが、あ、なるほど、出てるんで、うん、はい、まあ、1.52なんで、まあ、芯に当たってはいるんですけど、はい、まあ、スピン量が、まあ、適切というか、うん、まあ、このスピードに対して適切なので、まあ、ランが出て、はい、ランが出てるっていう形になります。じゃあ、あとはこのヘッドスピードがもっと上がれば。そうですね、もっと振れば。まあ、後藤さん、もう十分じゃないですか、はい、来てまだ言ったらちょっとウォーミングアップして、まあそうですね、やったぐらいですからね、はい、うん、20球ぐらい、まあ、ちょっと打ったぐらい
はい、なんでまだちょっとまだアップが足んないかな、うん、まあ、実際 の, あの言ったら試合の時はもっと本当に振るわけでしょ。そうですね、もう万全な体制を整えて、もうかなりそうですね、まあ、はい、本当4、50球打って汗を一汗かいて、うん、まあ、試合に臨むという形なので、はいはい、まあでも370お見事でございます、はい、僕からしたらね今日はこのぐらいにしておきます、ね、ちなみにこれは僕らも、はい、僕らというか一般の方も、はい、やっぱりいろいろなところをこう見直していったら、はい、飛距離というのは上がってくるんですか。そうですね、まあ、スイング見直すことももちろんなんですけど、うん、やはりあの体のフィジカルも、はい、やっぱりちゃんと常に、まあ、トレーニングとか、まあ、トレーニングじゃなくてもいいんで、うん、まあ、体を動かす運動をしたりとか、はい、今よりも、まあ、明日は飛んでるぞっていう、まあ、気持ちを持っていただいて、はい、スイングなりフィジカルなりやっていただくと、うん、はい、絶対今よりも飛距離は伸びますので。なるほど、はいはい、絶対に